天野橋立の佐尾那須区間商店橋日本の道100、線検証費京都府道607号、天野橋立線は、京都府宮津市門樹から宮津市大垣に至る一般府道である。前線が日本の道100線に選定されている。単語天野、橋立大港山国庭公園にあり、日本を代表する継承地の一つで、日本三景に数えられる天野橋立を渡る。 路線である。天の橋立の中では、周辺の松の木の中に、砂利道が続いており、文樹地区と大垣、江尻地区まで延長3 2トル福院3.5から5 5メートルの自然の道である。主に散策路や通学路として利用されるが、125cc 以下の二輪及び自転車を除き一般車用は通行できない。本路線は、 道路法第7条の規定に基づき、一般不動として1959年に、京都府が一時認定した路線の一つである。その後は、起終点や、経路の大幅な変更もなく、現在に至る。自動車が通行できるのは、起点と終点のわずかな距離である。地温寺門前を右に折れると自転車歩行者、専用道路として整備されており、天の橋立てのサスをなす区間では、 周囲の環境に合わせて、砂利道としている。起点付近は、日本三文樹の一つとされる地温寺の門前町で、茶屋や土産物屋が軒を連ねる。沿線には、大小約7000本もの黒松の並木道が続き、中でも、特徴的な姿形をした18本の松は、知恵の松、少女郎の松、千干松、四季部の松など名前が付けられている。途中には、 周りが海に囲まれていながらも真水の湧水で、日本の名水百選の一つとして、環境省の認定も受けた磯清水がある。また、白社の砂浜としても著名な天の橋立を形成する。佐数には、浜那須の群生地や、海水浴場があり、時期になると花や、海水浴を楽しむこともできる。宮津市見所自然鉄道金融機関、郵便局神社、仏閣余下、 観光出店注釈座標、ありがとうございます。